あれ、私、確か私、虎杖と九州の方に任務だからって船に乗ってたはずだよな。それで急に大きく船が揺れて傾き出して、あ、そうだ、船が沈没したんだった。つまり今海岸にいるってことはここまで流されたのか。幸い命だけは助かったみてえだな。あ、そうだ、虎杖は、虎杖見当たらねえ。あいつ先に目を覚ましてどっか行ったのか、それとも虎杖だけここには。なんだ、目を覚ましたのか。あ、虎杖、お前どこに行ってたんだよ。そこら辺で散歩していた。ここがどこか把握する必要があるからな。散歩ってお前虎杖じゃねえな、スクナか。ほう、よく従来も見えない落ちこぼれが分かったものだ。うるせえ、虎杖はどうしてお前が出てきてんだよ。小僧は眠っている、すやすやと俺の中でな。何？まだ気を失ったままで目を覚まさないのだ。マジかよ。ってことは本当に私は流されちまったのか。ああ、しかもここは無人島らしい。無人島？くそ、こんな時にスマホの電波も届かねえ場所に着くとはな。スクナのやつも何するかわかんねえし。はん。何？何がおかしい？そこまで構えなくとも手出しをする気はない。は？そんな嘘が通用すると思ってんのかよ。嘘ではない、本当だ。どうやらここでは私の術式は使えないらしくてな。は？それってどういうことだよ。つまり術式が無効化されている、誰かの仕業でな。じゃあ船がナンパしたのも。ああ、この術式を無効化する結界を張った何者かだろう。マジかよ、最悪な状況じゃねえか。お前も術式が使えずに無人島に閉じ込められてる。まあそう不安になるな。無人島でもどうにか生き延びるしかないのだからな。なんでそう楽観的なんだよ。一度サバイバルというものを体験してみたかったものだ。は？サバイバル？小僧がサバイバルの動画を見ていてな、私も面白そうだと思っていたのだ。まさか本当に体験できる日が来るとは思っていなかったが。そうかよ。私は今すぐにでも帰りてえよ。でもこうなった以上仕方ねえよな。ここにたどり着いて命は助かったんだから。そうだ、人間はこうやって諦めないところがいい。てめえも今人間だろ、虎杖の体を借りてんだから。そうだな。で、これからどうするんだよ。何か脱出する術はあるのか。いや、ない。外部からの救出がない限り無理だろう。この術式の効果はもって3日だ。それまで生き延びるしかないだろうな。そう、マジか。いやでも3日なら飲まず食わずでもどうにかなるな。なるわけがないだろう。人間は脆いのだから、この暑さの中で1日過ごすだけでめまいがし始めるだろう。汗をかくのに水を飲まないなんて倒れるぞ。飲み水がねえんだから仕方ねえだろ。海水なんか飲めたものじゃねえし。いや、ある。今飲み水を作ってある。は？作ってるって？知らぬのか。海水を蒸発させて容器に飲める水を確保することができるのだぞ。いや、そんなの知らねえよ。つか、もしかしてここに着いた時からそれを。ああ、そうだったのか。通りで姿を見なかったわけだ。瞬時に状況を把握してやらなきゃいけねえことをする。やっぱ少なってただものじゃねえな。ただまだそこまで大量にできてるわけではない。これでは2人分どころか1人分でも足りない。え、それって私の分まであるのか。当たり前だろう。
そっか。スクナって自分のことしか考えてねえと思ってたけど、案外いいやつなのか。さて、というわけだ。その間に食料探しに行くぞ。おう。次の行動ができるところも頼りになるな。食料つったってどれが食べれるかわかんねえな。味見してみるか。は？ちょ、おい、本当に食べんなよ。毒だったらどうする。おい、スクナ、だから言っただろ。冗談だ。私に毒なんぞ効かぬ。心配して損したわ。つか、お前楽しんでるだろう。この危機的状況を楽しまなくてどうする。やべえ、やっぱお前やべえわ。でも頼りになんだよな、これが。数時間後。よし、食料集めはこれくらいでいいだろう。結構いっぱい集まったな。お前がいてくれたからだ。は？なんで急にこんなこと言い出したんだ。私一人だときっとこんなに集められなかっただろう。いや、ほとんどお前が取ってたけどな。お前がいたから頑張れたのだ。近いって。なんだ、照れてるのか。照れてねえよ。ふん、人間の反応は面白いな。しょう、人のドキドキを楽しみやがって。つか、すげえ、水がすっげえ溜まってるぞ。数時間放置しておいたおかげだな。水見たら喉が渇いちまった。ほら、飲め。サンキュー。うめえ。あれ、お前は飲まねえのか。ああ、私は喉が渇いていないからな。おいおい、痩せ我慢かよ。いや、さっき木の実を味見した時に水分も同時に取れた。水を飲まないと危険な状態なら取るが、まだそこまでではない。そっか。だから遠慮なく飲め。ああ、スクナって後先のこと考えて行動すんだな。しかも遠慮なくって優しいよな。満足したら次は腹ごしらえだ。つっても木の実とかしかねえけどな。ふん、バカにするな。え？イノシシもある。え？お前いつの間にイノシシを。サプライズだ。今日の夜に食べられるよう準備しておいた。用意周到だな。今夜はお前と初めての二人きりだぞ。ごちそうでなくてはな。は？お前何言ってんだよ。また人をからかって。からかっていない。私はこの数時間お前と一緒に過ごして思った。根性のある女だと。いや、根性はそりゃ人並み以上にあるけどさ。私はそういう女がタイプなのだ。だから私の女になれ。やめろよ、そういう甘い言葉に騙されねえよ。ではなぜ顔が赤い。私のことが気になるのではないのか。それは。私が嫌なら拒否しろ。拒否しなければ私はこのままお前にキスする。は？ちょっと待てよ。待たない。スクナの顔がだんだん近くに。でも嫌じゃねえ。このくらいで気絶してしまうとは、情けない女だ。だが、非常に楽しいひとときであったな。その後、私が目を覚ますと、そこは船の上で、イタドリは隣で気持ちよさそうに寝てた。あれは夢だったんだと、ようやくそこで分かったよ。私はなんて夢を見てたんだろうな。でも私の腕には擦り傷があったんだ。あの流れ着いた海岸で見た時の擦り傷が。もしかしたらあれは夢じゃなかったのかもしれないな。鮭、ツナ、高菜、明太子、名前、おかか。チャンネル登録よろしくお願いします。